皆さんこんにちは、シャルムです。今日は楽天スーパーセール、9月の4日から9月の11日まで行われた楽天スーパーセールで買ったものをご紹介したいと思います。楽天よりアマゾン使うっていう方も多いかと思うんですけど、私はずっと楽天ユーザーでして、年4回行われる楽天スーパーセールを本当に楽しみにしておりまして、楽天スーパーセールで買った一部なんですけどご紹介したいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、早速なんですけど、これほうじ茶を買いました。ほうじ茶4つ買いました。お値段がね、2つで598円です。2つ598円、それを4つ買いました。もちろん半額ですよ。私ね、伊藤園のスーパーで売ってる伊藤園のほうじ茶を買ったんですけど、美味しくなくって、まあ、このなんだ、さじもと製茶さんですかね、のほうじ茶美味しいみたいで、これもすぐ売り切れたんですよ。だからきっと美味しいだろうと思って買ったんですけど、私は緑茶よりほうじ茶の方が好きなんで、ほうじ茶買いました。飲むのが楽しみです。はい、で次がね、はい、じゃあ次はね、コーヒーです。コーヒーね、 500g 入りをね4つ、合計2キロ買いました。2キロで1999円です。これ沢井コーヒーさんですね。楽天でもデビュー件数ではトップになってるコーヒー屋さんで、ずっと飲んでみたいなと思ったんで買ったんですけどね、3999円が1999円。お安いですね。私コーヒーはよく飲むんで、すぐ消費すると思います。2キロあるけど、多分、今度12月にまた楽天スーパーセールがあると思うんですけど、その時にはなくなると思います。コーヒーね、すごく、もうすごくいい香りがしてます。飲むのが楽しみです。はい。よいしょよいしょ。で、続きましては、これ、和紅茶を買いました。和紅茶が、1つ290円です。それを4つ買いました。和紅茶っていうのは、日本の茶葉を紅茶と同じ製法で、作ったお茶なんですけれども、緑茶みたいな感覚で飲めるらしいんですけど、ほんのり甘い香りがするっていうことです。私もね、ずっと昔に以前は紅茶を買ったことが飲んだことあるんですけど、すごく美味しかったんでね、ちょっとね、 お茶受けというか、 お菓子と一緒に飲むのにいいかなと思って買ってみました。和紅茶っていうのがちょっと渋くていいでしょう。うん、ということで買いました。で、次がこれガードルです。ガードルがね、ガードルスパッツ、ガードルだね、995円です。これ2つ買いました。もちろん半額です。もうすごくダイエットに効くっていう風にお腹をシェイブするっていうんで、もう本当私もね、隠したいんですけど、お腹周りがすごくって、もう本当年を取るっていうのは恐ろしいことですね。中年になるということは恐ろしいことです。まあ、こうせめてもうこういうものにすがりつきたい思いで買いました。はい、効果があることを期待しております。で、ルームシューズを買いました。これ冬になって履こうと思ったんで、すごく可愛いでしょう。ナチュラルでちょっと女の子らしくて、このルームシューズ469円です。安いね。冬になって履こうと思って買いました。
は履くのが楽しみです。で、これもずっと欲しかったんですけど、モロッコのバブーシュです。これね、ヤギ革でできてるんですよ。それでモロッコの職人さんが一個一個手作りで作ってて、このビーズの使い方とかもすごく可愛いですよね。うん。あのモデルのまさきさんがね、バブーシュ履いてるのを見て、あ、私も欲しいなってずっと思ってて、やっと買いました。このバブーシュは2780円です。これは半額ではないんですけど、ちょっとお安くはなってました。うん、本当は他の色が欲しかったんですけれども、売り切りになってて、ピンクを買ったんですけど、まあピンク好きだし、いいかなと思って買いました。すごく履くのがね、なんか家にいる時間が楽しくなりそうです。で、これは、私が愛用している香水、カルバンクラインのエタニティです。いろんな香水私集めて試してみたんですけど、一番好きなのがこのカルバンクラインのエタニティで、もうすごく大人の女性の香りっていう感じがしてね、すごくいいんですよ。ちょっとね、女っぷりを上げてくれそうな、そんな香りが好きです。で、容器はね、まあシンプルで、シンプルな容器なんですけどね、まあこんな感じで 30ml で、1748円です。はい、これを3本買いました。はい、で最後なんですけれども、これはコンバースのスニーカーです。コンバースのね、オールスター、これ真っ白を買いました。なんかいいですよね、コンバースのスニーカー。これね、カジュアルな服装だけじゃなくて、スカートとかにも合うんですよね。でね、コンバースもいろんなのが出てるみたいですけど、やっぱりオールスターが一番可愛いですよね。うん、真っ白。コンバースのオールスターいろんなお色もあったんでね、また一足ずつ集めていこうかなと思っております。これがね、スニーカー4980円でした。はい、というわけで合計金額が19,810 円でした。19,810 円。実はまだ買ったものがありますけど、ちょっとここにはまだ届いてないんで。はい、楽天スーパーセール楽しいですね。ポイントもアップしてて、私は10倍ポイントまでいけたんですけどね。今度獲得予定ポイントが11,000円なんでね、だいぶ元は取れるなと思いました。はい、ということで楽天スーパーセールのお買い物、ご視聴いただきありがとうございました。はい、気に入っていただけた方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。今日もご視聴ありがとうございました。失礼いたします。